はい、どうも皆さん、こんにちは。ワニマです。デイズゴーオン前回の続きやっていきたいと思います。そんなわけで、アイアンマイクのキャンプにいるんですけど、雪が降ってまいりましたね。雪降るんだね、ここ。何の音これ。リアルの方リアルの方の外がね、なんか騒がしいんだよなぁ。アウトブレイク起きたかなぁ。そんなわけで、ちょっとストーリーこちら。フリーカーの専門家。こちらからやっていきたいなと思います。さあさあ。望みがあるとすればそこだ。そいつはどうかな。そこでは仲間を失ってる。失った？誰を？いつだ？数週間前だ。トーレスとエヴァンスが物資を探しに行って。ちゃんと言ったろ。いや、そんなこと聞いてない。言ったさ。探しには行ったが、入り口が崩れててバイクは外にあったが、フリーカーまみれだったってな。中で生きてるかさえわからない。どうかしたか？ああ、いや、シャーマンズキャンプの書類に目を通してたんだ。うん、拡張予定の鉱山があってな。そこには爆薬が保管されてるだろうな。ああ、だが今になって中に二人取り残されてると聞かされてな。なこと言ってねえぞ、マイク。おい、なあ、だったらその地図貸せよ。爆薬を回収して仲間も探してやる。なんだったんだよ。マイク、俺はこいつを信用してねえ。言えよ、タッカーは爆薬に一体いくら払ってくれるんだ。おい、ディーコンもちゃんと貢献してる。こいつが貢献してるだと？リッパーとの協定を破っちまうし、仕事をサボっちゃうリッキーと出かけちまう。何の役に立ってんだ。じゃあお前はどうなんだ。偉そうに意見するだけか。俺はここを守ってる。雇うどもやドリフター野郎。おお、いいからやめろ。やめるんだ。おい、心配なら一緒に行け。だが二人とも忘れるな、俺たちは同じキャンプの仲間なんだってことを。いいさ、構わねえ。朝になったらバイクで出発だ。今から行こう。今だと。ああ。この真夜中にか。そうさ。外が暗いうちは鉱山の中のフリーカーは少ない。なるほど。仕事をサボって黒いヘリを追っかけたと思ったら、今度はフリーカーの専門家気取って。フリーカーが夜に歩き回ることぐらい誰でも知ってる。おい、よせ、もういい加減にしろ。よし、わかった。今から行きたきゃ言ってやる。だがこいつは渡さねえ。何なんだよあいつ。いいか、スキッゾにも問題はあるが、それはみんな同じだろう。それに仕事はできる。トーレスとエヴァンスに言ってやれ。さあ、フリーカーの専門家ゲートでスキッゾに会う。やってきました。鉱山の中で殺し合いとかやめてくれよ。マイク、俺がそんなことするかよ。さあな、まだわからん。戻ったら会おう。さあ、鉱山の中の拡張予定の鉱山に爆薬を取りに行くというミッションですね。さあ、やってきました。お、なかなかいいバイク乗ってるやん。よーし、スキッドと一緒にどっか行くのは初めてだな。ラッキーラッドコードまで競争する？競争する？これいけるか？おお、フライングした。フライングしたね、今。完全にフライングしましたね、今。あなた早えな、こいつ。普通に普通に早え。ちょっと待て、こいつ早えな。スキッズと一緒に仕事中だ。ショートカット、お前するんだ。そしてショートカット道取り行って、ちゃんと直しに行きたくてさ。ほら、早く熱いシャワーが浴びたいってか。変圧器また壊れたの。そして危ね、お前危ない、本当に危ない。お前よし、いいぞ。ちょうどずつショートカットをこう挟んでいこう。オッケーオッケー。よーし、前を走っております。前を走っている。お、着くんじゃねえか、そろそろ。オッケー。うっせえな。いいから行くぞ。これがマイクの部下のバイクか。俺の部下な。そうだ、トーレスとエヴァンスのもんだ。ドリフターじゃないが、外の経験もあったし、やれると思ったんだが。見当違いだったらしいな。バラバラにされてやがる。ドリフターどもたかりやがって。
スキッズを連中を探しに来た時、どうしてバイクを持ち帰れなかったんだ。フリーカー祭りだったから。分かってんだ。あんな奴らがうようよしてた。行くぞ。爆薬は鍵付きの保管庫に入ってるってマイクが言ってた。さあ、事務所に入る方法を見つける。ニュートいっぱいいんなぁ。上が怪しいか。お、持ち上げてくれんの。屋根の上のニュートを片付ける。8人もいんの。はい、どうもー。おらおらおら、えいや、えい、よし、こいちゃ。お、ニュートの巣になってんなこれ。屋根の上のニュートってことだから、外にいんのか。よいしょ、いるこれ。あ、そこか。撃つんじゃねえぞって書いてあるからな、これ撃たない方がいいんじゃね。ただちょっと撃つしかないか。はい、これ上行く方法ないもんね。だってよし、降りてきた。せいっていっ、オッケー、あと3匹。はいはい、よし。あ、壊れた。はい、ナイフで行こう。おい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 、オッケー、おいおいおい、これで最後。おいしょー、オッケー。ああ問題ね。さあ、ニュートの耳集めて、よいしょ、鍵を手に入れる。いやー、巣ではないのか、ここ。だいぶ荒れてんな。お、なんか入ってる。これは。お、包帯？スクラップ、だいぶ荒れてんな。お、これなんだ？冷蔵庫。金庫。こいちゃー。お、これなんだ？空き瓶、空き缶ゲット。これは？お、あ、あれだ。なんとか、いや、なんとか刃だ。よし。とりあえず鍵開けるか、ここ。あれ？あ、開かねえんだ。どこだろうな。上かな、普通に。あ、これ？このロッカーの中？オープン！お、あった。よいしょ。スキッツ！ラッキーラットコードの鍵。やったぞ。ゲッチュ。じゃあ、その辺に発煙筒とかないか？おい、懐中電灯はないのか？ああ、でも電池が切れちまった。新しいのが見つからなくてな。発煙筒？発煙筒。この家の中にあるのか？もうだいぶ、あらかた見回した感はあったけど。どこだ？ないよね、これね。あ、これか。発煙筒の箱を見つけた。ああ、中からドアを開けられるか。俺も中に入る。さあ、ドアを解除する。行動の鍵で、あ、開くんだね。発煙筒はこっちだ。ああ。鍵をよこせ。この鍵のことか。ああ、早く。おっと待って、考えがある。お前が保管庫へ案内して俺が鍵を開ける。公平だろ。いいさ、でもなくすんじゃねえぞ。ああ、いいな。しっかり持ってるぞ。いいぞ、進もう。さあ、先に行け。ラッキーラット行動に入る。いやー、ついに爆薬を手に入れる時が来ましたね。よーし。こん中か。崩れてね、これ。大丈夫？ほら。崩れてるね。まあでも。まあ、入れるっちゃ入れるね、でも。行くか。さあ。うわ、これちょっとでも触ったらなんか崩れそうな感じするけど。それ持ち上げる必要ある？その隙間からいけない？そこに引っ掛けろ。よし。お、いいぞ。これで安定したか。ああ、十分だ。いやー、こんな入っていきたくないな、絶対。フリーカー祭りじゃない。お、明るいな、発煙筒。銃は使うんじゃないぞ。中は安全だって言ったよな。そんなこと言ってない。もし中にフリーカーがいたら銃声一つで
一気に襲いかかってくるぞ。あ、建設武器ゲット。よいしょ。さあさあさあ、怖いなあ。これフリーカーの溜まり場あったらどうしようって感じだよね。角材を、あ、できるな。角材アックス。ただこの刃ちょっともったいないから普通に釘にしよう。オッケー。よし、最初の拡張トンネルはすぐ近くだ。こっちの方だ。ああ、分かった。いやあ、怖いなあ。あそこは通れねえ。どこ？あらららら ら, ら。通行でもいい。地図によると連絡トンネルがあるはずだ。Do not enter って書いてあるよ、ここ。どこだ？ここじゃね？おら、おら。ここじゃない？めっちゃこの板薄いけどこれ。ペリペリの板だけど、おら。ダメだね。開けられる？崩れない？これ。一気にさ、行動が崩れるとか大丈夫？そう言わなかったか。俺にはこれしかねえが、懐中電灯があるだろ。先に行けよ。せーい。開かねえな。開けて。ちょっと待って、懐中電灯つけられんのこれ。あ、つけられるやん。発煙筒のいる意味なくね。ちょっと待って、おら、おらー。よしいいぞ。全部途中で終わってるのには理由があるんじゃないか。ダイナマイトが一本ありゃ丸ごと崩壊しちまいそうだもんな。はあ、心配しすぎだろう。いやー怖いなー。これフリーカー来たら逃げ場ないの？あっち。無事か？どこも折れてねえな。たく危なかったな。もう後戻りはできねえ。行くぞ。こっちだ。いや、これここ塞がっちゃっていいの？地図があるだ。大丈夫これ？ここは迷路だからな。通ったトンネルが分かるようにしてる。いやー、帰り道あるのかな。帰り道なさそうな気がするんだけど。お、なあ、なんだ？お前の部下か。ああ、トーレスのやつはいつもこのオレンジのベストを着てた。忠告したんだ、派手な色着てると早死にするってな。こんな場じゃ関係ねえか。相棒の方は腕がない、失血死だな。トーレスはしばらく生き延びたようだ。飢え死にか。飢え死にだけは孝明だ。ああ、俺もだ。下がってろ。フリーカーにくれてたまるか。さっさと出るぞ。ああ、調べてみる。いやー、残念ながら相棒は、相棒というか部下か。わあ、まあ救えなかったと。お、何これ。いやー、まあそうなっちゃうよなー、やっぱり。それはそうなっちゃうよなー。こっちか。まっすぐ進んだ方がいい気がするけど。ほら、ここを通れる。ついていく。大丈夫これ。かなり狭い。いけそうか。キャンプでだらけてるお前が言うか。ああ、言ってろ。行くぞ。よし、最初の拡張トンネルはここら辺だ。お前が間違ってなきゃな。間違ってねえ。爆薬があるのかな、この辺のどっかに。お、なんか
アイテムの反応が、アイテムめっちゃいっぱいあるぞ、この先。あ？こっち？ここ壊せそうだね。てかなんかフリーカーの巣の跡がある気がするんだけど、気のせいかな？気のせいだね。うん、気のせいってことにしとこう。さあ、あれ？スキッツォの動きが止まったんだけど。どこ行けばいいんだろう。できないってか。もちろん信じてる。もしかして一箇所に集めたのかもしれない。他のも調べよう。こちら。引き返すぞ。どっかでトンネルを見逃したんだ。スキッゾ、おい待て。どうもおかしいぞ。はあ、何のことだ。通ってきた道と違うぞ。ああ発煙筒が勝手に動いたってか。多分道を間違えてる。大丈夫かスキッゾ。絶対ディーコン地図持った方がいいってこれ。なんか光ってね。しかもそこ、ここはメインのトンネルだ。はあ、えほら見ろ、一回通ってきた。入った時は線路なんてなかった。どういうことだ。でも発煙筒があるじゃねえか。どうして。誰かがいるってことか。誰かいるみてえだな。なるほど。おいちょっと待て、止まれ。先に入ってきた誰かがいる。発煙筒ありますね。でもまだ光ってるってことはほんの30分以内とかそんぐらいのあれだよな。出てきやがれ。いつもいいからそいつをしまえ。何言ってやがる。俺が言いたいのは、その銃を撃ったら一発でフリーカーどもがわらわら集まってきて俺たちはおしまいってことだ。夜中ならフリーカーは出払ってんじゃねえのか。いや、そうじゃん。うまくないね。しまって、まずい。奴に鍵を取られた。嘘だ。どこ行くんだ。鍵を取られた。まずい、まずい、まずい。おら、ちょおら、はい、はい、ちょ待って、ニュートいるぞ、これ、近くに。お、こっちか、いや、こっちか、こっちだな。待て、狭くね、ここ、待って。いや、これ迷うぞ、マジで。これは迷う、うわ。え、どこ行った？あ、こっち、どっち？あぶね、こいつか。バツレンだ。おい。えい。よし。あぶねえ、なんとか鍵は取り返した。オッケー。よし。スクラップ？空き瓶？おー、なんだ？まずいまずい。スキッツォ。どこスキッツォどこ、スキッツォどこ。おー、待て、銃使えねえ。おらおら、よし、銃をしまえ、一回。おら、よし、いいぞ。来た、おら、まずい。この隙間からこいつら来んのか。あぶね、これスキッツォ。あぶね、えい、ちょ待て、いて、おら。よし、いいぞ。ちょ待てよだ、おら。よーし、いいぞ。来た。サプレッサーとかないの、なんか。ちょ待て、こいつら、収まらねえぞ。おら。ちょ待て、それ、撃ち続けたらずっと来るから、マジで。ずっと来るから、それ。それ一回銃の使用禁じて、誰か。おら。よし、いいぞ。まだ来るか、これ無限に来んじゃねえの。ちょ待って、おら
おらうらおらおらちょ待てうらちょ待てちょ待てちょ待て壊れる壊れる近接武器がもうねえぞおらおらよしいいぞオッケー危ねえ今ので最後か何がフリーカーはいないだだから銃を撃ったらどうなるか言っただろどうすりゃよかった石でも投げろってか黙って俺の言う通りにしろ次はこれを使え分かったよ礼ならいい何の助けてやったろお前がどっか行っちまったのが悪いんだろさっさと終わらせるぞああそうだなこっちだでブーザーの誰かが何何の音あぶねえリッパーの仕業だろ何が言いたいんだ噂で聞いたリッパーがモングルズの二人組を探してるってな誰のことだと思うまあ見ての通り俺はクラブのジャケットを着てるカルロスの狙いがブーザーなら簡単に見つかるはずだまずは俺の相手をしてもらうがなヤツに何した協定を破る前に何かあったろなことどうだっていい今までも確かにリッパーどもとやり合ってきたがあいつらはブーザーの腕を焼き上がったんだぞあのイカレ野郎どもを根絶やしにしてやるでもカルロスは飛び抜けてイカれてるぞあいつに目をつけられるのはやべえだからどうだっていい余計なお世話だマイクにも言ったがカルロスとの協定なんて知ったことかよ心配してやってんだろ今はもう仲間だああそうだなでも俺とブーザーの心配はいらねえよさあ保管庫から爆薬を手に入れるいやーついに来たぞよいしょオープンあったぞ見せろああすげえこれでジジイも喜ぶだろうよ、うんうん、これは重いな、うん、何の話だあのジジイのことだ分かってんだろ俺がやるほら助かる、うん、マイクはリッパーとの協定があれば安全だと思ってる実際はあいつら協定なんてどうだっていい連中が押し寄せてこないのは北のコープランドやホットスプリングスを襲うので忙しいからだああ知ってるそこにいたならお前も分かるだろリッパーは来るマイクは何もせずに待つだけだ俺たちがあのハゲのフリーカーもどきにぶち殺されるまでなそうとも限らないだろうそうか行くぞまったく日の光がくっそありがてえなああ同感だ一日に二度も意見が合うとはちょっと待て誰かいるよ見ろバイクだ誰かいるぞおいどこでちびってるやつ出てこいよ野党だああだなねえうちの連中がやんちゃしたのは認めるよよし二手に分かれて通り囲もうおとなしくさせるから分かったさあやっと起きたぞ俺のことは気に5人か誰もしないからさ全部ただの誤解だってねえ私たちの仲間にこいつうるせえなこいつうるせえわこいつうるせえのでこいつを先にやろうか、ね、え出てきなよあんたすごく強いんだねとにかく武器を下ろしてなんだ話がしたいだけじゃなかったのか話すことはないがなさああと3人どこに行ったあれ
こっちに反応があるけど姿が見えないな。どこにいる？あ、いた。ゆっくりにしてい。はい。サプレッサーはまだ壊れないな。お、バイクがあるけど、これは乗ってきたバイクか。倒されとるー。せい、近接、ステルス。ゆっくりにして、てい。オッケー。よし、片付けた。全部片付いたか。そうだな。ほら、爆薬を回収するぞ。あいつらバイクをバラしたやつらだろ。俺らのバイクを見てカモだと思ったんじゃねえか。やつらにとっちゃ災難だったな。あれだ、なんか尺だがよ。俺らいいチームじゃねえか。尺なら言うな。いや、ちょっといいか。お前とブーザーがキャンプに来て、マイクが警戒もせずすぐに受け入れた時、俺はあのジジイがおかしくなったと思った。年でな。スキッツ、何が言いたいか。つまりお前と俺は似た者同士だ。それが分かった。お前も分かんだろ。アイアンマイクが目を覚まさなきゃキャンプは壊滅しちまう。まだ話が見えないんだが。いいか、今まで俺はお前にきつく当たってたけど、お前がキャンプやダチのために動いてたのも知ってる。だからどうだ、アイアンマイクが引退するときには俺ら二人でキャンプを仕切るってのは。お前と俺でキャンプを仕切る。言いたいことはそれかよ。俺は本気だぞ。いいから聞けよ。キャンプの競技会には味方が大勢いるんだ。みんなジジイのやり方に反対だ。嘘だな。リッキーが絶対認めない。あいつもジジイと同じで。アイアンマイクはお前を信じてる。そりゃジジイが甘すぎんだよ。だが俺は甘くない。スキッド、俺たちみんな生き残るのに必死だ。それはわかる。だが俺には越えない一線ってのがあってな。仲間を裏切るのはその一つだ。ジジイ一人の命でキャンプが救われんだ。よく考えとけ。ミッション完了。越えない一線。おー、アイアンマイクのキャンプだいぶ上がってきましたね。さあ、みんなのために。まあ、アイアンマイクがね、リッパーと協定を結ぶってのには確かに反対だけど。わかった、スキッド、考えておくよ。どうしてマイクはあいつを信用するんだ。しかも警備をトップにするとか。さあ、そんなわけでクリアとなりました。ストーリー見てみるとこちらですね。作業場から戻らないブーザーを探す。どこ行ったブーザー。とりあえずこれやるか。どこ行ったんだろう。ロストレイク、応答しろ。マイク、いるか。ディーコンだ。ディーコン、爆薬は見つかったか。どうだった。ああ、見つけた。スキッツが全部持って帰るところだ。なあマイク、話がある。そうか、よくやった。よし、爆薬は銅爆栓がないと使えないのは知ってるな。どこかにないか調べよう。マイク、聞いてくれ。スキッゾのやつが…なんだ、どうした。お前ら、またいがみ合ってんのか。いや、そんなんじゃないが、あいつはキャンプを乗っ取るつもりだ、そう言ってた。ああ、そんなことならとっくに知ってる。前にも話しただろうが、スキッツは俺の平和主義のせいでみんな死ぬと思ってるから、そう言ってるんだ。マイク。ディーコン、言っただろう。スキッツにも問題はあるが、
それは俺たちだって同じだ。伝えてくれてありがとうな。でも心配は無用だ。ああ、そうかよ。じゃあ好きにしろ、マイク。まったく。さあ、そんなわけで戻ってきました。ブーザー、さあな。お前と一緒のはずだろう。ああ、さっきまではな。でもどっか行っちまって。おい、スキッツォ、どういうこと。おい、話せ。あいつはウイスキーのボトルを持って家に帰るとか抜かしてた。お前、あいつを止めようともしなかっただろう。いいや、止めたさ。でもお前だって分かってんだろ。あいつはもう終わってんだ。さあ、バイクに乗る。どこ行ったんだ、ブーザー。バイクでブーザーを探しに行く。どうかしたの？ブーザーが出てったっきり戻ってない。そうでしょ。探しに行くの？手伝おうか。いや、大丈夫だ。ロストレイク農場へ向かう。あ、農場の方に向かったのかな。ブーザー、さあ向かおう。ブーザー、あ、お前、お、無線が繋がった。どこにいる？暗くなってきたぞ。さあ、来た。どこだ？もうちょい先。動くなよ、今行く。ここにいりゃいいんだ。ああ、了解だ。楽勝だぜ、俺は。農場にマクドナルドおじいさんの。歌い始めたな。飲んでんな、ブーザー。どこだ？あ、あそこが農場だから歩いて行ったってこと？ここまで。本当は多分あれなんだろうね。スキッツがバイクに乗せて送ってんだろうな、いつも。まずい。ブーザー、聞こえるか？ブーザー、どこにいる？ん？あ、警備の人は普通にいるな。おい、ブーザーは？ん？もう帰ったんだろ。今日の作業は終わったからな。いや、まだいる。腕が片方ないやつだ。ああ、あいつか。あいつなら農家の方に向かった。一人で歩いてったぜ。やつを見たらここにいるよう言って俺かリッキーに連絡くれ。ああ、わかった。農場へ向かう。あっちか、農家の方に行ったと。なるほど、こことはまた違う、まあ、使われてない農場のことかな。よし、こっちか。川があるけど飛び越えれるか。ブーストして、おいしょ。あ、余裕だな。ブーザー、お、ウイスキーの瓶を持ってたってスキッツォが言ってたな。農場を調べる。あいつならどこでウイスキーを飲む。どっかの家の中とか。家の中か。よし、きっとここだな。オープン。おい、ブーザー、いるのか。お、あ、ウイスキーのボトルがある。読書かよ。ウイスキーボトル、カナダ。待て、これはビールのケースか。うん？どこへ行ったんだ？お！なになになに？普通のフリーカーじゃないのこれ。うるっさ、うるさいやつか。来た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 。ちょ、ちょ、スクリーマー、女のフリーカーの変異体、周りにいるフリーカーを呼び寄せる。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って。あいつをまず停止して。来た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 。ちょ待って、ちょ待って、完全に終わった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 。おらおら、シャラ、あぶね。あーし。あぶな、スクリーマーなんているんだな。ちょ待て待て。あぶねえな。
スクリーマー、あんなやついるんだ。よし、ちょっと耳を回収しようか。あぶねえ。いや、マシンガン持っててよかった、本当に。よし、調べてみるか。この辺に、あ、ウイスキーのボトルがあるぞ。なんだこいつは。ブーザーのかな。よし、お、ビール瓶からだ。こっちに向かってたのか。スキッツの言う通り帰ろうとしてんのか。お、ミッションエリアは出る。遠くには行ってない。こっち、んー、どこだ。あっち行ったりこっち行ったり、どこ行けばいいんだろう。ん、ブーザーを追う。あれ、こっち、あっちに向かって歩いてったよね。こっちだよな絶対。どこだ。バイクで行こう。ミッションエリアを出る。あ、バイクに乗れってことね。ブーザー、ブーザー。どこにいるんだブーザー。って言ってたよな。なのにいなかったぞ。どういうことだ。それは、あ、それちげえぞ。俺が言ったのはもう一つの農場だ。なんやかん、何かが。実はビールを見つけてな。で、そいつを飲みながら散歩でもしようと思ってな。そうだ、夕日でも見ながらよ。もう一つの農場までな。ここか。ニュートがいるな。農場で、楽勝。お、あるぞ。これか。何やってんだ。ほんとつい数分前まではここにいたはずなんだよな。お、手の跡がある。こっちか。納屋にいねえじゃねえか。あの野郎、さては農家と間違いやがったな。オープン。ブーザーいるのか。どこにいんのブーザー。おいしょ。ブーザー、うん、どこだ。足跡は上へと続いてるのか。上の階か。ったく、お、一体どこだ。ここも寝室か。ビール瓶がある。そしてこっちにもビール瓶。ベッドが濡れてる。知りたくもねえ。ブーザー、どこ行ったの。ここにいるブーザー。ていうか、今どこにいんだよ。一緒にビールを飲むんじゃねえのか。ブーザー、おい、どこにいるんだ。周りに何があるか教えてくれ。何でもいい。目印になるものは。ああ、それならさっき教えたろ。おう、あれ見ろ。何を見ろって、ブーザー。何がある。道路だ、道路が。なんだこりゃ、変だな。消えちまってる。よくわからねえが、誰かが来て、プシュ掃除したみてえに。道路が消えてる。そうだ、まるで誰かが来てさっとすくい上げたみてえに。よ、すげえ。歩いて、俺はどこにいるんだブーザー。移動すんの早くね。道がなくなってんだ。おい、お、どこへ行く気だブーザー。とにかくそこにいろ。じっとしてるんだ。人目につかないようにして。 1.1 キロ待て。移動すんの早いなマジで。こっちか。家ってのはどこなんだろうな。お、またビール瓶か。これだ。わかったぞ。ここか。この先間違いない。これか。割れてるな相変わらず。この先か。こっちだな。バイクで行った方がいいのかな。これは。ブーザー聞いてるか。お前の後をたどって近くまで来たぞ。教わった通りにな。ブーザー頼むからじっとしてろよ。さあ、だいぶ道が荒れてきたけど、危ねえ。ちょ待て。だいぶ荒れてきたけど、そろそろ道がなくなるのかな。お、あ、いたブーザー。こんな時間に散歩か。でえか、調子はどうだ。どこに行くんだ。いいさ、俺は帰るんだ。
ゴレンジ。オリアリーザンには戻れないぞ。オリアリなんかじゃねえ。フェアウェルに帰る。くそ、ほら戻るぞ。でも止めるなよ。そうか、そんなに奴らの仲間入りしてえのか。来いよ。そうか、そうかよ。これで俺は早く逃げろ。いや、そうはいかねえ。なあブーザー、だろ。ディーグ、ブーザー、お前の嫁が死んだ夜、俺はなんて言った。なあ覚えてるか。死ぬつもりでウイスキーを飲み干してるお前を見つけて、俺はなんて言った。お前は瓶を奪って一緒に大量のウイスキーを飲む。俺が死ぬまで飲む気ならお前も付き合うと言ってな。相棒だから。もう一度聞くぞ。俺たちここで終わっちまうのか。しっしゃ、さっさと行くぞ。まずいまずい、ロストレイクまで逃げる。で、追いかけてきてる。来た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 、ちょ待てちょ待てちょ待て、これぶつかった。止まったら止まるんじゃねえぞ、止まるんじゃねえぞ、これ止まるんじゃねえぞだ、マジで。ちょ、なんかバイクいつもより速いんだけど、なんかいつもよりバイクすげえ速いんだけど、なんかなんだよこれ。来た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 、ちょっと待て。うわうわうわ、いやでもこんだけ離れれば、何いっぱいいんだけど、なんかどっからなんかいろいろ見るなっつって、まあ、見ないわ。わかった。じゃあ、まあ、まっすぐ進むわ。とりあえず。よし、ブーストも使えるからな。オッケー。いいぞ。あと600メートル。よしよしよし、いいぞ。だいぶ振り切ったんじゃないか。なんとかなったな。やーぶなー。ああ、だな。俺にはわかってるぜ。じゃあな、ビーグ。なんだ、ブーザー。いや、ただ言っておきたかったんだ。ありがとう、本当にな。ブーザー。ああ。おい、いいから黙って聞いとけ。おめえはこんな俺を見捨てずに助けに来た。またな。ほんで切るぜ、借りができた。いや、それは逆だ。俺の方がいいか。お前がいなかったら、俺はとっくに死んでたか。もっとひでえことになってた。死ぬより。大丈夫か。そうだな。今すぐベッドで横になりて。さあ、相棒だからミッション完了。お、アイアンマイクのキャンプもうちょいですね。相棒の命。さあ、そんなわけでクリアとなりました。よし、ということで今回のストーリー進めるのはここまでということで、ロストレイク向かおう。あ、ここだ。リッキーに話す。よしよしよし。見つかった？見つかったよ。フェアウェルの小さなコーヒーショップ。どんな様子？明日はひどい二日酔いになりそうってところだな。二日酔いね。じゃあ明日の朝6時に叩き起こしてやろうと。ああ、うん、そうしてやる。まったくもう、リーコ無事でよかったね。いや、リッキー、頼みがあるんだが。どうしたの、ディーコ。ブーザーの腕のことだ。お前がフックを作ってやっただろう。あれはすごくいいんだが、そのフックじゃなくてこうナイフとかの方がいいんじゃないかと思ってな。わかるか。ちょっと待った。手貸して。どうも。つまり。ああ、ごめんね。で。つまりナイフがついた義手を作ってほしいってことでいいの？ああ、そのあいつを元気づけようと思ったんだが。人間兵器にでもしたいの？いや、別にそういうんじゃないが。からかってるだけだよ。すごくいいアイデアだと思う。部品を探してみるから、必要なものがあったら無線で伝える。いい？わかった。それじゃ。
さあ、これはおそらく別のメインクエストが進んでしまった感じがするな。ちょ、待って、リッキーと話すか。ジョブあり。ディーコン、大変なんだ。どうしたんだ、リッキー。双子のアビゲイルとガビーバトラーを知ってる？いや、でも見たことはある。何かあったのか？昨日釣りに出かけてまだ帰ってこないの。沼地にさえ近づかなければ湖は安全なはずだろう。そうなんだけど、ロストレイクじゃなくて東のメトリウス川へ行ったの。何やってんだ。ああ、わかった。二人を探しに行ってみる。リーコン、本当にありがとう。さあ、釣りに出かけてやってきました。家族の釣り場に向かう。こちらをちょっとこなしていこうかな。よーし。料理機、他に何か情報は？さあ、来ました。昔よいしょ。お、釣り竿が落ちてんな。そこから当たってみる。じゃあな。いや、めっちゃ雪降ってる。おぉ。これは野党か。あららららら。野党に連れてかれちゃった、これ。アビゲイルを追跡する。この上か。あ、足跡が続いてますね。こっち？お、これは？これ何？血？おぉ。これで頭を叩いたのか。いいぞ、アビゲイル。抵抗したんだな。なるほど。あとはこっちに続いてる。この先？いいか、仕事があるぞ。アイアンマイクから無線が入りました。どんな？あ、なんか死んでる。あ、何何何何何何、招かれざる客を呼び寄せてしまう。ちょっと待て待て、危ないな。おお、なんだなんだ、何が起きてんのこれ。めっちゃめっちゃなんかやられてんな、みんな。おー、ちょ待てよだ。あぶね。よし。いや、どうだかな。俺もよくわからない。じゃあな。いいぞ。あぶねえ、ちょ。はっ。オッケー。さあ、マリオンフォークスへ行く。リッキーの、うわっ、スクリーマーじゃん。危ね、危な。よし、こん中か。よいしょ。あ、生体反応があるぞ。こん中をオープンセサミンして、よいしょ。ほい、こんにちは。お、危ね、なんだお前。ゼロ距離、ゼロ距離スナイパーされた。おらー、よし、オッケー、ゲッチュ。あ、これはガビー？ガビーじゃない方？あー、それでも一人は道連れにしたのか。アビゲイルやられちゃったんだ。アビゲイル。あ、ガビー大丈夫だ。リッキーに頼まれて助けに来た。あいつらがアビゲイルを殺したの。ああ、わかってる。残念だ。でも今はとにかく逃げるぞ。さあ、ほら。いや、いやよ。一人で行ける。大丈夫。よし、じゃあ行け。さあ、ミッション完了。釣りに出かけて。おっと、信頼が2になったかな。いやー、アビゲイル救えなかったな。さあ、新しいスキルポイントゲットしました。よし、ちょっとこっから脱出するか。ブーザーの腕に必要なアイテムもおそらく無線がさっき入ってたと思うんだけど、じゃ、戦闘中でよく分かんなかったな。まずい、あぶね。ちょ待って、何、何ボタン？バツボタン。危ない。三角、三角、三角、タイミングむずくね、それ。
あぶね、よーし、オッケー。さあ、せっかくなのでスキルをちょっと取ろうか。これですよ。ブッチャー、肉の量が増える、これですね。ちょうどこいつから肉を取って、よいしょ。売れば金になる。さあ、お、プラス 5? めちゃくちゃ増えたじゃん。今までは普通に1だったよね、多分。2とかじゃなくて5なんだ。5倍になっちゃうんだ。さあ、とりあえずストーリー見てみるとこんな感じですね。人間兵器にしたいのが今選ばれてるけど、コープランドのキャンプに行こうかな。賞金稼ぎ。よし。なんかあったらいつでも来てくれ。調子はどうだ。さあ、そんなわけで、コープランドのキャンプ来ました。マイク・コープランド。ディーゴン、賞金首を追ってくれないか。どんなやつだ。名前はネッド・ウォーカー。赤いバンダナをつけて。この間仲間と一緒に来たんだが、追い払おうとしたら、見張りを一人殺して逃げやがった。うん、誰かに追わせたのか。野党のキャンプにいる、オリアリーザンのすぐ北だ。お前場所知ってるだろう。いや、だが見つける。さあ、グーファーのためにやってきました。よし、900m 先に向かおう。よいしょ。取引は順調か。コープランド、そうか、分かった。コープランド、ああ、殺されて。さあ、やってきました。ウォーカーを殺す。ウォーカー、グーファーっていう若いガキさ。人間。ウォーカーって何？人間なの？年は？言ったろ、ガキだ。19くらいか。頼れないやつ。何？危ね。ちょ待って。それはわからないわ。それはわからない、絶対。危ない、これ。よいしょ。聞く必要もないんだから。切るぞ。ほい。見つけた。ほい。これちょっと、トラバサミが、え？なんで？バレてんのこれ、今。これバレてる可能性あるな。ちょ待って、えい。よし。ショットガン危ない。本当にソードショットガンいっちゃ危ないから。待て、この上にいんな、目標。目標この上にいるぞ。よし。危ね、下からも来た。ちょ待って、危ね。はい。よし。いいぞ、ちょ待って。危ね、いるぞ、ここに。いたな、今。危ね。え、どこ、どこにいんのこれ。えどこにいんの、下か上か。いろんな、あらゆる方向にいるな、これ。よし。いいぞ。ちょ待て。ちょ待てよだ。めっちゃ敵いんな、これ。どこだ。あ、いる。いっぱいいるやん。危ね。はい。こういう時にスナイパーを持っとけばよかったって思うんだけど、結果的に LMG の方が強かったりするんだよな。よし。OK。真下あたりに一人いるぞ。どこだ？近いな、だいぶ。とりあえず、ウォーカーの、これか？よし。ネットウォーカーのバンダナゲットしました。お、磁石がある。よし。アラーム時計ね。これいろいろと必要なので。あ、アイテムいっぱいあるじゃん。なんだ、ウォーカーか？ウォーカーじゃない、フリーカーか？ウォーカーって聞くと完全にウォーキングデッドなんだけど。あー、なんか、やり合ってんな。よしよし。今のうちに脱出するか。おー、ちょ待て。それはあれだ。あれ？どこ行った？うわ、はい、オッケー。ランナーの耳、オッケー。ランナーもちょっと対峙していきたい、ちゃんと。うわ、出す、危ない、ちょ、はい、危ない、ちょっと待て、これは危ない。三角、ミスった。はい、回復して。オッケー。いや、強いな、ランナー。オッケー。ランナーの耳ゲッチュ。
や、こういう特殊感染系のやつの耳は多分高く売れるから。オッケーオッケー。さあ、そんなわけで、無事に、あれかな？あ、ウォーカーのバンダナを届けないといけないか。よし、戻ろう。だろうな。さあ、そんなわけでバンダナを持ってきました。あの野郎を追った仲間が何人もやられてる。次はまず俺に言え。まさかお前が自分から買って出るとはな。俺のバイク。マニーんとこ行け。クレジットさえ足りれば修理するさ。さあ、グーファーのためにミッション完了。よし。ってなわけで、ちょっとバイクを見てみようか。なんやかんやでここのメカニックが一番成長しているというか、一番パーツの扱いが多いとか、そういうわけでは別にないか。おー、モデル2。足りないな、いろいろと。タイヤ。あ、別に形が変わるだけで特に変化はないな。そっか。うん。よし、そんなわけで、今回はここまでにしたいなと思います。まあ、鉱山に、閉じ込められて、フリーカーじゃなくてなんだっけ、あいつ。フリーカーじゃないな、なんだっけ。叫ぶやつ。あいつが出てきてという回でございました。次回はこちらですね。エリッキーと協力する。うん。ブーザーの腕を、まあ、どうにかするというね、こちらやっていきたいなと思います。そんなわけでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。